おこしやす三条名店街、今回はカルディさんにやってきました。本日も店長の杉さんにお話を伺います。杉さん、はい、来週はいよいよ何の日でしょうか。はい、バレンタインになりますので、はい、今回はバレンタインにぴったりの3品をご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、まずお一品目が手に持ってらっしゃる、はい、何でしょうかこちら。ありがとうございます。こちらあのガバルニーのルビーチョコレートのフレークのものになります。はい、なんだか見た目がすごく可愛らしいですよね。はい、そうなんです。今年すごく人気な話題になっておりまして、はい、フルーティーで爽やかな酸味のルビーのチョコレートになります。で色もピンクですごく可愛らしくてすごく華やかな商品でございます。コーヒーもあのモカだったりこのコスタリカだったりちょっと香りのいいフルーティーなコーヒーとすごく相性もいいので、はい、ぜひとも一緒に試していただけたらさらに美味しく召し上がっていただけるなと思います。はい、ありがとうございます。さて、そしてではもう お二品目ご紹介をいただきましょうか。こちらはテイストがまた2種類あるんでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらはそうですね、カルディで人気のコーヒー豆を中に入れ込んでおりまして、はい、マイルドカルディとイタリアンローストの2種類ご準備しております。はい、名称はコーヒーチョコレート。はい、コーヒーチョコレートです。カルディのこちらもオリジナル、ね、はい、オリジナルです。でサモア諸島のカカオ豆を使用したビターチョコレートにコーヒーの香りがすごくマッチしておりまして、はい、マイルドカルディはあの当店看板のコーヒーでマイルドなお味で、イタリアンローストは反対にちょっと苦味がしっかりしたコーヒーのコーヒー豆になります。甘いのも苦いのもどちらも美味しそうです。はい、ありがとうございます。そして最後3品目のご紹介をお願いします。なんと大人な匂いがします。はい、お酒好きの方にはたまらないチョコレートになっておりまして、はい、こちらはあのオリジナルのワインボンボンです。はい、でカルディがそうですね、北海道の余市に自社のワイナリーキャンメルファームワイナリーを持っておりまして、はい、そこであのブドウの栽培から醸造まで1から10まで手掛けたワインを使ったチョコレートになっております。はい、そうするともうコーヒーにももちろん合うし、中にはワインが入っているんですよね。はい、本当にそうですね、ワインも本当にいいものを使っておりますので、もう最高のプレゼントになるかなと思います。はい、3種類全く違うチョコレートをご紹介いただきましたが、本日はカルティさんに伺いました。ありがとうございます。ありがとうございます。